直通特急停車駅の舞子公園駅を通過する S 特急。女子鉄マホロとアン先輩のゆる鉄動画、水俊明。皆さんこんばんは、ナビゲーターの女子鉄マホロです。今回は山陽電車の舞子公園駅に来ています。この舞子公園駅は直通特急も停車する駅なのですが、なんと直通特急より停車駅が多い S 特急は通過してしまうという特殊な駅なんです。 S 特急自体もほとんど走っていないレアな種別なので、レアすぎる特急停車駅を通過していく不思議な光景をご覧ください。今回の S 特急は3000系アルミ車でした。通常は普通列車に使われる3000系が直通特急停車駅を通過していくのは下克上感がありますね。実は今回通過していった車両は山陽電車の昔のマークがついた復刻車でした。先行して公開したショート動画で視聴者さんが教えてくれました。ありがとうございました。それにしても S 特急自体が少ないことから、レアな復刻車と合わせてレアすぎる貴重な光景を撮影していたことになりますね。ご案内はナビゲーターの女子鉄マホロ、監修と撮影は中の人としあきでした。